その他もろもろお疲れ様です皆さんこんばんは NGT48 研究生の三村ひのですイェーイちょっと今日はあれだ青青い服着てるから長袖なんだけどさこれ入れるとすごい画面がシュワーって白くなりますね <laughs> こんばんばは今日も一人称縛り3日目やっていきたいと思いますまあだからといってさどうということじゃないんだけどさはいいや今日は俺なんですよねで私とか死 <laughs> とか私とか私とか,私とかどうしても言っちゃうんですよね結局俺 俺、なんかやっぱね一人称ってねってかもともと俺がえ恥ずかしい俺があの何人を呼ぶ時とか結構周りの人に左右されちゃうんですよ。周りが例えばな,なんかいい案ないかないい あイメージ的には周りがみなちゃんって呼び始めた時に最初私みな前最初俺みなちゃんって呼べなかったんですよはなんか恥ずかしくてみなちゃんって呼べなかったんですけど結構もうほとんどの子がねみなちゃんってもう今ほとんど呼んでると思うんですけどって呼べるようになった時にやっとねこう周りにこう周りからよく耳にする言葉じゃん。 だから俺も「みなちゃん」って呼べるようになったんだよねうんうんうんあごあごで別にそれ関係ないうんとかなんだろうファンの方がマッシーって呼んでるから俺もマッシーってふ普段はカホって呼んでるんだけどマッシーって呼んだりね <laughs> <laughs> あといるかなそういうまあ弥彦とかはもともと弥彦だけどうーんうーんうーん,うーんいいあいいねいいいい例が出てこないなでもそういう感じうん だから先輩も研究生メンバーが呼んでるふうに呼んでるかもうんあつぐちゃんは逆にえっと学校の子たちがつぐみちゃんとか呼んでるからそっちに寄せたフな <laughs> ーたマナー 私マナって呼んでるあもうマナって呼びましたね最初は「また私って言ったな最初は確かにナーガンで呼んでたんだけど気づいたらマナって呼んでましたねうんえわかんないなんかでも言葉にする時と文字にする時は結構違くてカエリも「カエリ」って呼ぶ時もあるしカエリちゃんって呼ぶ時もあるしあと「 春とかも春って呼ぶときと春ちゃんって呼ぶときと大声って呼ぶときと色々ありますよね。それ。結構ね。何言葉で書くと何だろう？あちゃんつけた方がすごい。わかりやすいなっていう時があるじゃないですか。それの時とかにどうしてもちゃんつけたりとか。サラはサラかな？うん。 あショールームのポスター付きして届いたありがとうございますあのー、埼玉の三村家にも届いたらしくてうんやっぱそうそう結構ねそうなんですよねうん うんうん、ちょっと前髪が中途半端に切っちゃったせいでね変になっちゃったんですよねえー、っとそうね早いと今日つくかなうんまあでも呼び方っていうのは結構メンバーによって全然違いますよね俺もひ俺もひのひのちゃんミムミムラ がほとんどかなひのひのひのちゃんひのひのちゃんあうんかな大体いいあしずくちゃんもたまに呼ばれてるけど名前っていろいろこうねありますからね。 自分でひのちゃんは呼ばないかなうんそうねファンの方はねもっといろんな呼び方あると思うんですけどカピバラとかカピバラとかカピバラとかあのー、結構メンバーからはねあんまりカピバラっていじられることはそんなにないかな意外にもうん <laughs> そうなんかね 今その呼び名で思ったんだけどまあ今日はじゃあ呼び名の話しますかどうせ俺だしどうせ俺だし <laughs> うんあのー、そうひのちゃん最初はひのちゃんって呼んでくれる子が多かったんですけどでだんだんひのっていう呼び捨てに変わってったんですよねそう俺の呼び名が俺の呼び名がね そうひのになったんですけどなんかその中でひのちゃんってずっと呼んでくる2人でいましていやもっといるけどそうあのですね真下さんと曽我部さんはですねずっとひのちゃんって呼んでたんですよ。でなんか結構いろんだってさちょ,ちょっと待って NGT メンバーの研究生の顔見を。 メンバーどこメンバー研究生いたあ違うこれじゃないいたオフィシャルオフィシャルメンバーメンバーメンバーどこメンバーメンバープロフィールほんとねちかなはひの大塚ななみもひの小声もひの ミナちゃんは、ミナちゃんは、ひのちゃん、ひの、ミナちゃんは結構いろいろあるかも。サヤもひの。で、サラはみむちとか、でもひのがほとんどだね。カエリもひの。ユナコ、あ、ちょっと置いとこう。 テラヒナもヒノユウもヒノかミムラミムラーっねみうみうもヒノ意外だよね <laughs> ママもヒノ青もヒノたまにミムラヤヒはヤヒもヒノなのねそう <laughs> ひひひのひのひのほとんどひのなんだけどまあ今ね言わなかった方えー、曽我部さんしもさんじまさんなんですけど彼女たちは基本ひのちゃんなんですよねひのちゃんだったの。でなんでえなんかひのちゃんなんかここすごいねちょっとゆなこは今よく考えたら多分夢と一緒にいるから「夢の」が売ってるんだろうけど。 ずっっとてひのちゃんんて呼んでんだよねでなんでって聞いな,なんでずっとひのちゃんなのって聞いたらなんか多分さドラフトの時、ね、ずっと前から一緒でだったからなんじゃないなんかひのちゃんはひのちゃんな感じっていう <laughs> ひのちゃんはひのちゃんな感じっていうのをちょっと前ねだいぶ前数もう1年前ぐらいかもしれないワンちゃんくらいに 言って言たのねなんか確かにさもうその時はなんか全然お互いのこと知らないからだからその時も「ゆめちゃんかほちゃん」ゃんって言ってたんだけど <laughs> 今もういつの間にかあっヒのあって言っちゃったで俺はいつの間にか「ゆ,ゆめかほ」カホって呼んでるけどなんかそう考えると「あまあ確かにね」と。で「ゆめな夢かほ」で。 そうでねその今その呼び名の話をし始めて思ったのよあれカオってひのちゃんって呼んでるっけとちょっと待って、ね、呼んでないなと <laughs> あれいつの間にかあれいつの間にか俺ひのって呼ばれてるあれと思って多分さひのって呼んでないひのって呼んでるよね <laughs> <laughs> いつの間にかなんかあれ違うなちゃんついてないなと思いましてそうですねついにマシモさんもえー、ひのちゃんの呪縛から解かれたとうん <laughs> たまにひのちゃんたまにひのちゃん出るよねあの私と一緒ですね私のはるちゃんとかと一緒ですねはるちゃんとか。 <laughs> で逆になんだけど逆にゆめとゆな子はずっとひのちゃんって呼んでるずっとひのちゃんって呼んでるで2人いつも基本ずっと一緒にいるじゃないもうな,なんでそんな一緒にいるのっていうぐらい一緒じゃんだから多分2人は2人でひのちゃんで一生ひのちゃんなんだと思う私も慣れた <laughs> ひのちゃんそう うんね、私はユメ私だって俺はユナことユメって呼んでるけどあそうチュシマタンって最初呼んでたじゃんもうねチュシマタンが長くて言いづらくてもうねチュシマタン言うのやめましたねはい夢 <laughs> ユメユナ」の「ユメ」と「ユナコで」で <laughs> うんいつの間にかそういえば呼んでなかったですねこれもあのー、そう まあ、すごいとってもかわいい名前だなとかわいいあだ名だったなと思ったんですけどまあまあいいかなと呂島さんちょっと懐かしいうんで懐かしいよねゆなこって呼んでますねちょっと待ってそうそう「ギフトたくさんありがとうございますありがとういつもありがとうございます」 さあこのコメントをやるときにこう指が入っちゃうのさこれなんな今までそんななかった気がするんだけど広角だからかな広角だからかしら 超光ってる,超光ってる <laughs> そうねそんな感じだね先輩からはだいたいひのちゃんって呼ばれるうん多分だいたいひのちゃんって呼ばれるそれはねみんなそうだな ね、春が村長って呼ばれたり村長ってさ村長って言われたら超おもろいね今から思え今,今思えばさねうんすごい光ってるな気になっちゃうまあいいかうん,うんうんうんんまあなんか <laughs> なんか ね、私も三村の私だって俺も三村の村長なんですけど三村村長なんで村長なのかないや分からん村長かって言われたら分かんないけど三村三村という名前の話が長い人略して村長でいいんじゃない <laughs> 三村という名前の話が長い人略して村長。

ね、うん。マジだ。え、じっと。十七分、あと十三分か、意外と時間すぐ過ぎますよね。うん、今さ。俺ツイッターで。ツイッターで、あの一人称縛り、ハッシュタグ一人称縛りで、なんか毎日自撮りを上げてるじゃないですか。あんまツイッターそんなに、こう、たくさん更新するつもりもね。ないんですけど。 <laughs> あんまりたくさんね更新しようとは思ってなかったんだけどあのー、今回ねせっかくなんか一人称縛り始まったからあじゃあその一人称のイメージっぽく自撮りをしようと思ってねうんあのー「うち」は「わらわ」「俺」ときて。 ま、今日俺の番なんですけど俺に合わせた自撮りってなんなんとあと文章なんてをあげればいいかなとなんかいやうちはまだああ分かるうちはねまだいいやとでわらわはあーもうなん,なんかとりあえずなんとか頑張ろうと思ってわらわ俺ってどうやって言ったらいいかな俺 俺俺,俺 <laughs> えなんでそんなえ俺ってそんなヤンキーなイメージ私私のことじゃなくて私のこと私の俺じゃなくて俺っていう一人称って結構ヤンキーなイメージあこう俺ああなるほどねね 男子感あるよねまあ俺俺と僕だったらまあ確かに俺の方がこう結構やんちゃなイメージはあるよね僕の方がこうちょっとなんていうのかな幼げな感じ幼げというかなんていうのかなこう装飾系男子って感じ <laughs> ねうーんだって この世界のさ、世界間違えた日本人のさ男性のさ大体7割ぐらいは俺じゃないの一人称僕より俺の方が多いイメージあるんだよねあ、でもどうなんだろう7割はいかないかな同い年ぐらいの男の子は大体俺じゃないかい <laughs> 俺じゃないかい <laughs> え新潟のおばあちゃんって俺っていうの 素敵じゃない俺俺ねー俺俺俺は俺はねなんとかだけどねー俺ねー俺はねー俺はねこれは逆俺じゃなくて俺ですね俺いちご俺の方の発音も俺ですうん。 いや装飾系だとしても俺っていう人はいるでしょ多分だっていや漫画で考えてみ漫画で考えてみてもさ大体俺っていうじゃんみんな少女漫画とか少女漫画そんな俺見ないんだけどさなんかどんな漫画でもさファンタジー系でも俺がほとんどじゃないうん ねまあ、だからってだからといってどうってわけじゃないんだけどまあ今日の俺は俺なんですよ僕じゃないの俺なんですよだからなんて文章を書いたらいいかなとうん悩ましいですね悩ましいですね あ,あなんか主人公系は僕が多いかもね確かにねうん <laughs> 新潟のおばあちゃんっぽく動画を動画じゃない写真を撮ってみるとああんか動画動画風に撮ってっても言ってたけどまあ動画はいつもあのー、755の方で上げてるのでツイッターは写真今回は写真にしてますけど。 わらわわらわは意外とね楽しかったよ写真撮ってる時 <laughs> 俺はね俺はね今日はねうーん俺はね俺はね,俺はねちょっと頭回らなくなりましたね今日から俺は私見てない私今日から俺はね俺見てないんだよね どんなやつなの？どんなやつなの？どんなやつなの？ああ。ヤンヤンキーみんなみんな好きなの？みんなよくみんなよく見てる。 結構見てる方おい漫画か漫画が元だから結構みんな知ってるのかなへーいやさーなんかねもっとテレビ見なきゃなとなんか世間を知らなすぎるなと俺も思うんだけどねああもう現代っ子だなといや本当はテレビ見なきゃなとドラマとかね見た方がお勉強になりますからね。 だけど,、ね、どうしてもねテレビをつけてもすぐに消してしまうんですよねうんうんうん <laughs> そうねまあまあ髪の毛を後ろに下げるとかですかね これ絶対首だけしかないじゃんこれ絶対首だけしかないよこれまあそれか縛るかあとはさあのー、結構何男性で挑発の方でまあ漫画とかがほとんどだと思うんだけどこうちょっと明るいなだって明るいな。<laughs> 明るいな こうねこ,うここをこう結ぶっていうここをこう結んでんかもう殿様みたい殿様っていうかちょっと江戸時代幕末とかにいそうな <laughs> 挑発あそうそう「ルロ浪二剣信」みたいなねこういう結び、まあ、こんだけ長いとちょっと違うんだけどハーフアップ、まあ、またちょっと違うよねハーフアップはね女性的だもんね女の子っぽい。 ね、いやーでもねダンスを一回してみたいんだよね研究生みんなでダンスをしてみたくない、うん、まあ今これか今このあと5分の尺の中で断層の話始めるんじゃなかった絶対盛り上がるもんこんなのいやマジでさしてみたくない見たいもん俺がみんなのダンスを超かっけえよ絶対超かっけえよ絶対ちょっと水飲みますね れ的に合う三部作は三部作じゃない三部作ってなんだよ三大は川越さや大塚七海あとは沙羅小宮山沙羅かないやでもね結局ね結局ねでもうんとかじゃないかな カイ,リーカイリーはでも女の子って感じするなぁなんか前に結構夢ユナー「夢めゆな」とあのー、なんかね男性顔し女性顔診断顔のなんかこうパーツの位置とかでどっちの黄金比に似てるかみたいなのをやった時に俺とユナ子が確か男あ女顔 で夢が男顔だったかな意外だよねまあでもそれ顔のパーツじゃなくて顔のパーツの位置の話なんでそううんまあミラちゃんも見てみたいけどねうんうんうんそう意外と俺も似合いそうじゃないちょっとなんかもうさ 一人称俺だと思うんだけどどこまで本当なんか分かんなくなってきた <laughs> ダンスはでも一回やってみたいですねうんうんうんねやってみたい絶対楽しいもん絶対楽しいもんだってつかみのつかみのさなんかあの取材でショートカットの ウィッグをかぶったみたいなでそのツイッターに私あツイッターに俺リプしたけどさすごいさいいもんねすごいいいねつってかっけーって,、OK って <laughs> うん、いやみんな一回ショートカットにしてもらって。 あやひも似合いそうだねダンスをうん普通にショートカット似合いそううんえー、なんかそういう企画やろうみんなでそういう企画やろうよみんなでダンスをしてみたパート1 <laughs> いや2もやるんかいって話みんなでダンスをしてみたパート1やりましょううん楽しい 絶対楽しい。<laughs> うんなんかね AKBINGO さんだったっけ昔やってましたよね真優、ま、さんがあの白衣着てみたいなやつ <laughs>、うん、ああおちゃんも似合いそうだねなんか可愛い感じの男の子できそうやってみたいねーうんあれ私あれ俺すごい好きやったんですよ、うん AKBINGO のそういいよね <laughs> いいよねやってみたいいいねなんかすごく素敵だわあ俺で「だわ」とか言ったら意味わかんなくなるんだよねほんともう中性的な 感じでやりたいかったけどね。もう話し方がね。俺女の子なんだわ。<laughs> カオスカオス。性格がカオスでござるよ。<laughs> さらに、さらに分かんなくなってきた。さらに分かんなくなってきた。そうござるよね。拙者。拙者。ははは。 ということでということで今日は終わるよよし自撮りをしようっとよいしょはい皆さん今日も一日お仕事学校部活家事育児そのたもろもろお疲れ様でしたそれでは皆さんまた明日 おやすみ村バイバーイ